世界一大きなグミです、これ。グミなんだ、これ。これっすよ。これ。これっすよ。一応グミなんですけど。グミ。じゃあ、歌舞伎町のキャバ嬢、大概髪の切れてくれない。どうも、皆さん。いや。ありがとうございます。鼻打ったって今ちょっと笑っちゃいましたけど、ちょっとね、これまだ分かりにくいと思うんですけど、タイトルもサブで分かると思うんですけど、この絵だけだとなかなか分かんないですけど、伝わりますかね、これ。これやばいよ、どっかの国の、動物園みたいな。いや、本当に、とうとうこの大食い企画も、ちゃんと企画としても成立していくようになってきました。そうっすね。ただの大食いじゃないです。これの、やばい、世界一大きなグミです、これ。グミなんだ、これ。これグミなんですよ。見たことあるなと思ったけど、これ超重い。これやばいよ、重っ。これっすよ。これやばい。これっすよ。ジュラシックワールドみたいな。で、尻尾がこれっすもん。すーごい、レクザみたいな。これ尻尾のここの部分、このぐらいだら食える。うん、頭一個いきます、これ。頭一個、これやばいっすね。これやばいっしょ。これやばい。間違いなくないっすか。これは今日は世界一大きなグミを食べる、こういう動画です。よろしくお願いします。大食い企画なんですけど、一応とはいえ、もう食べれないの分かってるんで、この量はさすがに。これはもう絶対食えないわ。これもうタリさんに電話しても無理なんで。タリさんもね、これ食べたくないと思うんですよ。タリさんに絶対嫌がるでしょ、これ。よく分かんないヘビのこの頭の部分がね、なんかただミミズじゃないですか。キャーって言うんじゃないですか。だから、なんかなんか言いましたよ。俺喋ってたんで、邪魔しました今。なんで、これはさすがに谷さんにもお願いできないから、ベタベタさって汚いし、確かにそうです。これは二人で食っていくんですけど、そんなに今日はもう大食いありきじゃないというか、これはちょっと感想みたいな感じですか。こんなんなったよみたいな。そうです、そうです、そうです。一応スタッフで美味しくいただきますよ、もちろん。最終的には谷さんももし必要であればお裾分けするんですけど、これすごいでしょ。まずリアリティが半端ないですね。これどうしたらこんな色を作れるんですか、この緑の。確かにめっちゃエメラルドみたいになってる。体にめっちゃ悪そう、ここの部分。体にマジ悪い。超エロくないですか、これ。エロいっすね。でしかも色がもう猛毒って感じですもんね。やばいよ、これ。これ海外から知れたんですけど、これガチギネスとか載ってるレベルらしいです。いや、これはギネスだろうな。はい、多分これ動画にした人ってあんまりいないと思うんですよ。いや、これだってやばいもん、これ本当に。これやばいっすよ。まず匂いがグミっていう感じじゃないですもんね。そうなんですよ。ほんと爬虫類みたいな匂いしてきます。いや、そうほんとそう、ほんとそう、ほんと爬虫類の匂い、これ。ほんとにこれ食べてもいいんですかっていう、匂いしますよね。喉に強烈だわ。これはやばいっすね。すごい、これやばいでしょ。これ本当リアルすぎて、本当生き物みたいな。これとりあえず食べていきますか。まずは尻尾。食えるのどうやって食うんですか、まず。切っていきましょうよ。ああ、切っていきます。これで。これ切っていきましょうよ。はい、ここでもうこうですよ。挟んじゃう感じ。もうこうですよ。すごい。ちょっとだけ切りますよ。なんか新しい職人みたいですね。すごいよこれ。いやー、すごいでしょこれ。はい。これ。うわ、硬い。あー、硬い。ブラザー、これ食います。ちょっと一個ずついきません？ちょっとこれ半分にして。もうちょっとさらに半分ですね。硬くないですか？何でできてんのこれ。これめっちゃ硬いんだけど。これやばいよ。これ待って、めっちゃ硬いんだけど、これ本当に。硬いわ。すごい。よくフリフリのシャーペンのゴムのジェルのところみたいな。ああ、でも本当にそんな感じ。あ、それぐらいですよね。確かに確かに。日本一握りやすいシャーペンの。はい、握りやすいシャーペンの。あ、確かに。これベッドだったら寝心地良さそうなぐらいの。確かにそうですね。柔らかさでは高反発になるのかな。低反発。低反発。いただきます。じゃあいただきます。うわこれきついな。こういうことか。これきついっすね。こういうことだ、これ。これいくのはきついな。アメリカンですね。アメリカン、はい。もう本当にただ砂糖を、ね、もう砂糖となんかちょっと強いなんか味付けさせたみたいな。これでもはじめ社長がね、5000万か7000万再生いってる動画があるんですよ。ああ、なんか見ました。それでもね、まだこんなもんや。うん、そうですよね、こんなもんですもんね。それでもまだこんなもん、このぐらい。これ、どうしちゃったの、これ。これ、えぐいよ。ほんとに口が、これすごい、綱引きできるもんな。これ、エロくない？これ、なんかエロくないこれ。確かに。色となんかゼラチン質なのがちょっといやらしいですね。はい、これ、エロいですね。うん。ストーリー乗せようかな、これ。これ食い物じゃないもんな、もう。
これすごいですね。これレビューでもよかったですね。大食いになってもいいじゃないですか。これレビューですよ、これ絶対レビューしますか。うん、大食いじゃないよ、これ大食いしたら死ぬよ、これ糖尿病なんかになっちゃいますよね。マジ死ぬと思う。本当にしますよ。今一口食べたけど、体がこれやばいよって言ったもん。これ食べちゃダメだよ。これ食べちゃうの？ご主人様みたいな。細胞たちが投げかけてきました。マジっすか？そんなに？今散々やっぱり減量とか、はいはい、やっぱあのクリーンなものとかダーティーなものとか食べてますけど、はいはい、これトップでちょっとやばそう。確かに。うん、で本当にね、これね、包丁こうやって入れても効かないんですよ。片隅に行くんですよ、うん、ほら、効かないんですよ、これ、本当に、うん、背負っていきましょうかね。うん、背負ってみます。あー、ちょっと待って、これうわ、重たー。あー、これよくある、この、この辺どっかの背負っちゃう、髪の毛ついてるやだ、俺、つけたくない。これ、髪の毛ついてましたよ。マジでちょ、待って、これだって、どっかの動物園の記念撮影じゃないですか、これ。いや、ほんとに白いヘビで。いや、ほんとそうですよ、これ。これ、すごいな。じゃあ、応援札黒竜飯みたい。必殺技出してるみたいな。これ、ほんと重いですけど、マジで。すごい。これ、やばいわ。オロチマルみたいになってるもん。ちょっと今日、調子いいっすね。振り向けないもん、これ、重すぎて。すごいっすよね。わー、これは、ね、やばいよ。これ、やばいっすね。うん。これ誰が喜ぶんだろう、もしプレゼントでもらって。確かに、これでなんかドッキリでいいんじゃない。これドッキリできますよね。ちょっと食っちゃった、もったいね。ああ、これ食っちゃった。これ何キロあるんですかね、実際。ちょっと待ってください。あ、今包丁危ないです。何キロあるんですかね。見てみますよ。はい、いや、これは40はないね、絶対。40じゃない、15キロぐらいじゃないですか。20あるでしょ、これ絶対。これっすよ。あ、20あるかも。20キロあるでしょ。20キロあるかもしれない。やばいな、これどうやって仕上げます。どうやって仕上げます、これ。麺玉だけ食べます。麺玉食べましょう。せっかくだから麺玉食べましょう。麺玉、麺玉、おいしいでございます。あー、どうしよう。まあ、でも取っちゃっていいですかね、これ取っちゃう。取れます、これ切らないと、多分切った方がいいですか。これ麺玉を、じゃあちょっと調理していきますね、うん、はい、これ本当はグミで食べる用なんじゃないんじゃないですか。食べてもいいけど、はい、寝る用とか、本当さっき言ったように枕に使ってくださいみたいな。食べてもいいけど枕として使ってもいいんじゃないみたいな。寝ながら食べてもいいよってやつですかね。これ麺玉今切りましたよね、うん、はい、じゃあ寝ながら食べてもいいよってやつですかね、はい、その制作者は、はい、まあ、食べるもんなんだけど、はい、まあ、どうせ食べれないから、はい、違った用途で、例えばその枕とか、はい、ソファーのクッション使ってもいいんじゃないのみたいな。そういう、うん、いじり用で作ったんだ、多分。そういうのもあったかもしれないですね、うん、うわ、はい、すごい。これ目はもう取れました、完全に。ハリーポッターだよ、これ完全に。はい、この、ここの分だけ食べません、うん、この分だけ食べてもらえます。いただきます。すごい、いただきます。まあまあ、うまいですね。食べた後に舌が真っ赤になるような感じですね、はい、食べたら。出てしまったんですか。なってねえよ。なってねえ。全然なってないですよ、これ。おいしい、うん、それ、なんか酸味が強いですね、やっぱり。これきついな、これ誰だったら食えるの。なんか薬みたいな感じですもん。これちょっと食べたらダメなやつな気がする、うん、これ誰だったら食べるんだろう、これ。誰、逆に食欲失せないですか、こんな動画見たら。これ違うな、かぶりついたら。これちょっと、もう家宝として家に置いとこうかな、俺、うん、これ、置いとく用じゃないですか、これ腐らないですよね、グミって。これ、グミ腐らないです、うん、これ置いとこうかな、うん、これ、多分オブジェ用です、多分これですよね。オブジェ用で、人呼んだ時に、はい、あのウェルカムドリンクみたいな感じで、あ、ウェルカムグミみたいな。うわっ、しょうゆ来た時だけ、ちょっとじゃあ、食べてくださいみたいな。ああ、それいい、うん、で、10年単位で減らしていくやつですよ、これせめて1年でしょ、うん、1ヶ月とか。これでもど、谷さんにあげようかな。谷さんに分かるかな、出ました。今度あれやってみたくないですか、谷さん何だったら嫌がるのかって。わ、嬉しいって毎回言ってるじゃないですか。な、はい、だったら嫌がんのかなっていう。あー、これちょっとワンチャンあるっすよね、もう。これじゃないですか。これっすよね、多分。最初に一回あの写真送って。確かに。これ嫌がんじゃないですか。これ絶対嫌がりますよね。はい。え、グミ食べたかったんですってなんないとね。今ちょうど大きなヘビのグミ食べたかったんですってなんないとね、絶対。
今まであったじゃないですか。あ、肉食べたかった。大好きなんです、私、ハンバーガー。大好きなんです、みたいな。エボ巻き大好きなんです、みたいな。大きなヘビのグミ食べたかったんですって。なかなかなんだけど。確かに確かに。いや、これどうしますか、本当に。はい。これは、どういいな。これやばいっすよね。でもこれ中には、うん、だって何百万人って見てるじゃないですか、これ。そうですね。リアルにもしかしてこれ欲しかったって人いるんじゃないですか。一回、カニさんに電話しましょう。うんそうだね、一回まず視聴者に当てつけんじゃなくて、一回そうそう、いや、何でもかんでも、普段お世話になって視聴者さんに、ゴミのように、はい、ゴミのように、ゴミみたいなゴミを投げつけるんじゃなくて一旦視聴者さんの、谷さん一旦僕たちのボスに連絡して、はい、うん、統括部長、そうですね、統括部長に不燃物の処理場の方はい、ということで、じゃあ、ちょっと谷さんの方にね、電話してもらっていいですか、はい、ちょっとこれ、これを持ちながらですね持ちながら出ますよ、持ちながら、あ、いいよ、いいよ、いいよ、超重くないですか、これクソ重いよ、マジで絶対いらないって言いますよ、ね、ワンチャンでもマジで、あ、お疲れ様です、ラファエルですけども、お疲れ様です、谷です、あ、です、先生すみません、今お電話少しよろしいですか、ですね、はい、谷さんなんか、それ僕いつもご飯とかそういうのばっかりなんかおすわけしてたんで、そのなんかスイーツどうかなと思って、え、スイーツですか、あ、そうです、で、一応グミなんですけど、あ、グミですか、はい、グミ微妙ですかね、グミ私大好きですよ、あ、ただね、谷さんこれね、俺ちょっとなんか注文の仕方間違っちゃって、はい、20キロぐらいあるんですよ、20キロの塊のグミなんですよ、本当に20キロのグミなんてあるんですか、いや、あれは世界一でかいグミって、あの20キロのヘビの形したグミなんですけど、何の形ですか、ヘビ、ヘビ、はい、すごいこれ大将いきます、え、いいんですか、だからさ、これ食べるのはきついと思うんでなんか普段のなんかお菓子として賞味期限基本ないはずなんで、はい、毎日ちょっとずつ切って食べてください、いいですか、全然嬉しい、いつもの普通のグミ買ってたんでアマゾンで、いや偶然ですね、これ僕もアマゾンで買ったんですよ、偶然ですね、そうなんですね、はい、これじゃあまた持っていきます、後ほど、ありがとうございます、いつもすいません、本当に何か、逆にありがとうございます、いえ、ご近所様なんで、はい、すいません、失礼します、はい、はい、失礼します、はい、谷さん、死にますよ、いつかねえ、谷さん、断れないって言うからじゃん、これいい子なんですよ、いい子、いい子断れないって言うからさ、谷さん、これ、多分死にますよ、これこれ、谷さん、全部食えるから絶対死にますよ、やばいよこれ全部食い終わる頃から絶対死にますよ、谷さん、いや、何がそれ病気になっちゃいますよ、これ、いや、絶対病気になります、こんな、俺たち何を食ったんだろうね、ハンバーガー30個とエオマキ20個とグミ20キロってやばいよ部長すげえな、メールになってないメールになってないですから電話来た後にですかね、一応ちゃんとね、後で連絡してね、本当にどうですかって、大岡が毎回立ってるんで、はい、無理だったらあれですかねって言ってるんで、全然、そうっすね、はい、全然、本当にあれですよ、そんなんじゃないんで、はい、ただまあ、すごいな、部長やばいっすね、部長やっぱすげえ、僕たちの部長やっぱ、やっぱ僕らもあれぐらいならないとダメだ、いや、あれぐらいなりたいですね、やっぱ特技ってすごいっすね、特技、特殊能力ですか、特殊能力ですもんね、本当に、いや、部長やっぱすごいな。怖いなぁ、超グミいつも買うのめんどくさいみたいなこと言ってましたもんね一気に食えるラッキーみたいなちょうど僕もアマゾン一緒ですねえ、そうなんですかって言ってましたね、これ見てないですか、何日で食うんだろう、俺それ早送りで欲しいわ、早送り欲しいですよね、それ欲しい、一口でここ行っちゃうんじゃないですか、もうあーってもうもう口もにょもにょ出して映画見てんじゃないですか
うやって映画見ながら穴込んで見ながら穴込んで見ながら穴込んで見ながら面白いってそう、それそれ面白いすごいなぁ。大変激太りしてくるんじゃないですか、今度。あー、それありそうですね。うわこれすごいなぁ。うわということでね、今回はちょっとさすがに、ちょっと僕らも一般人じゃ手に負えないレベルですね。そうこれはちょっといけるところまで行こうかなとも思ったんです。で、ぶっちゃけ本気出したら俺これ多分ここまではいけると思うよ。ちょっと、ティブさん申し上げてもらっていいですか。ここまではいけると思う。マジっすか。ここね、こっち。ああ、まあ。で、その全然もう倍以上の数のこっちがあるから。まあ、二人でリアルにここまでいけそうですけどね。本当に本気出したら。本気出したらそこまで。その体の害を気にせずに食べたら。ここからはもう逆にこんだけが数がもう無理だから。ちょっとレベルが違いますよね。これ一個もうお腹の中入んないでしょ。もう体積がやばい、これは。もう。これやばい、もうこれ。もうこれ。これだよ、これ。俺手大きいからね、はい、めっちゃ厚みがやばいですもんね、ここのそうレンガ持ってるみたいですもん。いや、ほんとそうっすよ、うん、レンガっすよ、これレンガだよ、これ。で、そのぐらいやばいんで、ちょっとこれはもう今回はカニさんにお渡してまあ、これやってくれることになるの、これカニさん、超吹き手元が出るじゃないですか、顔大丈夫ちゃんとアフターケアしましょう。いや、あの無理には食べないでくださいって言ってるね。ダメだった場合、いつも返してくださいにって言ってるんで、それでもこちらでね、食べるなり何かするなり、まあちょっともうこれはもう全部はいけないから、本当に長期的に、本当に毎回だから宅飲みするとき、毎回これ出しますよ、俺。これサラミですよって出します。これインドのサラミですよって。めっちゃ薄く切って。もうご飯とかに炊き込みご飯とかにしたらバレるんですよ。プルプルしてみたいな。それぐらいのレベル。あとシャンパンの中に入れるとおしゃれそう。ああ、いいっすね。細かくして。うん、なんかワイン。そういった食べ方ありです。はい、全然ありです。ありです、ありです。いや、ということでね、ちょっと今回はね、もういや、これは本当に強敵すぎますね。うん。オッケーっす、ありがとうございました。ああ、少しやばいですね。これはやばいっすね。だって俺、これ見た瞬間無理だと思っちゃいましたもん、これ。まず空気が相手がオーガだから見た瞬間に勝てねえよ。もう無理だ、殺してくれって思っちゃいました。もう戦う方が無駄、もう戦うのが無駄っていう感じ。痛い思いしたくない。はい、もう好きにやってくれって感じで。だったら殺された方がいいわ。うん、これはだってすごくない。これ谷さんどうやって持ってる。さあ谷さんやばいよこれ。谷さんこれどうやって持ってくるんだ。これ車なんか冷たくないな。俺ランボルギーニにこれ嫌だな。どうやって持ってるの。一つの動画できるじゃないですか、ランボルギーニに蛇乗せてみたいで。これなんかで使いそうですよね。なんか使いそうです。もったいちょっとなあ、もったいないな、これ一つで収めるのもったいないっすよね。うん、確かにこれもったいない。めっちゃベタベタ触ってるし。うん、まあいいっすね、次の大食いですね。そうですね、次頑張りましょう。はい、これはじめ社長がグミ食う動画で7000万再生いってますから。うわぁ、じゃあこれ1億3000万再生ぐらいいっちゃう。いや、行きますよ。いや、今日本当に行くと思ってますよ。これ行けそうっすよ。インドの方で再生されると。はい、頼む、インドの牛乳屋さん。なんだろう、それだろ。インドの牛乳屋さん。歌です。よくわかんないですけど。ありがとうございました。ありがとうございます。